初エポックワン購入してみました。どういうの？エポックから出てます。シルバニアファミリー入った。え、入るかワン。こちらは女子ゴルフですね、うん、開けます。ザザッとザザッと、はい、サイン2枚、サイン2枚のレギュラーが、レギュラーも全部入っとんかい。そうそう、30枚限定だったかな。ん、何が、あ、ええ、この違う、80だった。全然違う。あ、シラストナンバーじゃん。切りがいい。80セット限定だったんかな。ん、え、違うんかいな、忘れた。正確な情報が欲しい。まあ、また調べとくわ。うん、何それ、記念、なんていうの、このアワード、アワードなんで。なんなんや、全くわからん。え、授賞式みたいな。そう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 。そうです、いつもと、いつもと違うやろ。あの、ウェアじゃないけん、ええかなと思って。変化はどうなんか。ウェアは容器あるやん。うん、そっち別に。でもえ変わってんやろ。あ、金田久美子、着物女子。同じ試合に出たことがあります、うん、学生の頃な。同級生？いや違う。いや、もっとしたよ。俺が高校生で、向こうが、こっちが小学生だったかな。ええー、その時からすごかったね。そう、世界ジュニアで優勝した後ぐらいに見かけて、向こうはもうテレビカメラもよく見かけて。さあ、見たことあると思えたよ。こっちは世界一。すごいね。こっちは日本中ないとか。ザ中途半端。ザ中途半端。あ、これ。縦が好き。縦な。面白いな。いや、いいな。いいね、縦。あ、ウェアになったね。あ、ほんまじゃ。ウェア、一人だけウェア。はい。80ボックスかな。そんなに人気ないの？ん？いや、これ速乾やで。そうなの、よう書いたの。そうそう、もう1分以内に行こうだよ。すぐよ、つながらんのかな、そこまでの。もうすぐやな、これ絶対。あ、繋がらん。しかも1枚見忘れとるわ。なんかそんな気した。堀さん、堀さんを忘れていました。はい、はい、あとはサインかな、こっちや。そうしたら山下さんで書こうかな。あ、見えるとこだった。はい、1枚目。あ、もうわかったな、さっきのウェアの人や。ほら、直筆。うん、直筆2枚入りです。いいね、綺麗。うん、やっぱウェアの方がええかな。あ、そうじゃない。可愛いよな、ウェアも最近は。うん、ウェアの方が可愛いかもしれない。変わっていいかな、またね。やっぱ上の方がいいんじゃん。これ見えてしまう。2枚目、ちょっと待って、これをちょっと隠して、はい、2枚目いきます。お、うん、あれ、なんか一緒じゃない。あ、だ、いや、それは一緒や。あ、そうか。そこは一緒。そう、気づきは全部一緒だった。桜井選手、桜井ココナ選手、ステップアップツアー賞金ランキング第1位。素晴らしい。うん、いいね。賞金、うん、賞金ランキング。え、ゴルフはそうや、賞金しか。ルーキーカード、いい響きや、賞金ランキング。いいな。第一。ゴルフは得意ジャンルって言うてんかな。選手名は知らんけど。ジャンル的には得意、ジャンル的には得意って言うてんかな。アイドルはいかん言われたけど。知らんのに得意ジャンル。いや、ゴルフも選手名は知らんの。好きな、好きな、やっぱ好きって言ったらスポーツ全般好きやもんな。そうない、一応プロのトーナメントにも出たことあるけどな、うん、得意ジャンルっていう点から、うん、やる方がってことや。そうそう、得意ジャンルというか得意競技っていうか。ああ、俺女子プロのキャディーもしたことある、そういえば。忘れとったけど。いろいろしとる。
忘れとったけど若い頃遊び回りよったんか。え、いやキャディーだけ仕事やいろんな経験を積んで、うるさ以上、エポックワン女子ゴルフの開封でした。さようなら。さようなら。